やっぱり歩かないかんし、うん、<laughs> こういうイベントがあるんだったら参加するのもいいなって <laughs>、ねうん、でもちょっとずつ秋の風は感じながら歩けるのはいいのかなとは先月末名古屋市内で開かれたウォーキングイベント地下鉄桜山駅から新玉橋駅の間およそ5キロを歩くコースに集まったのはなんと1600人秋はウォーキングにうってつけの季節なんですが 歩いいてはないですモチベーションが続かないっていう <laughs> やっぱちょっとウォーキングとかだと途中で心折れちゃうっていうかなんかやっぱつまんないなみたいな長続きしないいまいち効果が感じられないという声もそんな人に新常識正しいいいい歩歩歩き方をすすれば大体1日歩ぐらいでででだけでいいんですかそうですね 身近な悩みの答えに近づく一歩を探す「一歩前」秋こそ楽しく効果的なウォーキングのコツに迫ります朝8時の名城公園にはウォーキングを日課にしている人たちの姿が毎日歩いてこう移ろいが見れるというか木の色も変わったり花も植え替えられたりすごく楽しいです。 おしゃべりしながらいろいろな鬱憤も払ってるし、うん、<laughs> くだらんこと <laughs> くだらんこと。<laughs> ウォーキングを楽しむ人がいる一方で歩くっても毎日のことじゃないですか今日も歩きましたモチベーションがなかなか保てないんですよそんななかなか動けない西尾さんのために、はい、今回シューズだったりウェアだったりちょっと道具を揃えて歩く準備を整えましょう、うん やってきたのはスポーツデポモゾワンダーシティ店。最新のウォーキング関連のシューズやウェアなど四千店以上が並びます。スタッフの阿久津さんにおすすめを教えてもらいました。よろしくお願いいたします。ウォーキングということなので、えー、最初に足元からこちらがスポーツスニーカー3という商品ですね。オリジナルブランド。 イグニオのスポーツスニーカー3、220グラムと軽量ながら厚底のクッションがあり、ウォーキング初心者の足に負担をかけないのが特徴です。えー、軽すぎません？めちゃくちゃ軽いですね。<laughs> イメージですけど、こう雲の上を歩いている感じ。 病みつきになるシューズですね, <laughs> ですねはい、ありがとうございます続いてはウォーキングウェアおすすめは気分を上げようっていうところで色付きのものおお、すごく可愛いけど派手ですねそうですね普段着ない方っていうのは多い色にはなって思いますね秋におすすめなのはこちらのウィンドブレーカー 体を動かしやすいように胸周りりはゆったたとしたデザイン裏地はメッシュで汗がこもりませんこれからは朝晩の冷え込みも厳しくなる季節こうしたアウターに保温性のあるタイツなどを合わせてコーディネートを楽しんでみてはいかがでしょうかやっぱり気分っていうのはいざ歩こうっていうところまでどん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 上がってくるものなので。 まずは形から入るっていうのも一つの方法だと思います。そうですね。まさに今すぐにでも外に行きたくなってます。ありがとうございます。最新のウォーキングウェアに身を包んで。やってきたのは。再び名城公園。西野さん。はい、あ。こんにちは。綺麗ですね。こんにちは。続いては。効果的なウォーキングについて。健康科学が専門。 岐阜大学の春日高尚教授に教えてもらいますウォーキングは正しく正しい歩き方をすればだいたい1日二千五百歩ぐらいで健康の増進になりますので二千五百歩だけでいいんですかそうですね春日教授によると習慣的なウォーキングで基礎代謝がアップすると余分な脂肪の燃焼につながるほか心肺機能も強化し 健康な体づくりが期待できるんだとかしかもしっかり歩けばそれが一日2500歩のウォーキングでかなうというわけで歩きます私の普段の歩き方を見てもらいますこんな感じです、はい、これが私の普段の歩きなんですけれど 今やっぱり歩くことに意識がいってるんで、はい、もう少し全身を使うこんなことを意識するとより効果的なウォーキングになると思いますウォーキングってこう下半身だけの問題じゃないんですね、はい、春日教授が教える効果的なウォーキングのポイント一つ目は上半身のあるる部分を意識することそのために必要な腕の動きを練習します。 左右に構えて、えー、肩甲骨を意識するように後ろに腕を引きますそれを前後ろ前後ろとずっと繰り返すこうやって肩甲骨引いてくるイメージですねはい。意識する部分とは肩甲骨腕を引くときは肘を曲げながらしっかりと背中の方へ何度か動かして肩甲骨の位置を確認しますそのまま腕の振りを縦に持ってきたら 今度は左右のタイミングをずらしていきます自分で思っている以上に腕は引くんですねそうですね引きます上半身をしっかり肩を肩甲骨を意識して振ることによって今度は歩く時の促進力にもなってきますのでしっかりとした手の振りで足へかかる負荷が全身の筋肉に分散され運動効果がアップするんだそうです続いて二つ目のポイント 歩くときはある人たちになりきってイメージはハリウッドスターがレッドカーペットを威風堂々と歩くようなイメージ <laughs> ーちょっと顎を引き気味でどうしても普通歩くと下を見ちゃうんですけども、はい、だいたい前20メートルくらい前をしっかりと視線をそちらに合わせて前の方を向きながら歩いていく背筋を伸ばして顎を引き視線は20メートル先に ハリウッドスターの気分ですここはレッドカーペット自信を持って堂々と歩いてみてくださいさらにこの時もう一つポイントがかかとで降りて着地してこちらもかかとで着地はいかかとで着地しながら歩くということをイメージします<ー>かかとからつま先の流れを意識することで 正しい姿勢を保ちながら自然と体の重心が前に移動し歩きやすくなります私のウォーキングはこのように大きく変わりました気持ちちいいいでででですす、ね、どこまででも歩けちゃいそう,ですそうです、ね、ウォーキングはやっぱりしっかり動くともう全身に刺激があるっていうの分かりますよね。分かります はい、あの暖かくなってきますしすごくこう,運動量がうんと上ががった気がしますね<う>春日教授はこの歩き方で1日2,500歩時間にするとおよそ20分歩くのが理想と話します20分ずっと連続じゃなくても、うん、朝10分分夕方ででもいいわけですね、はい、例えば電車通勤の人は1個手前の駅で降りるとか。うん バッグを持っていって通勤していた人なんかも、まあ、リュックなんかにしていただいてでは使えるようにしてしっかり肩甲骨を意識して歩いてくださるのもいいと思いますし自分の日常に落とし込む本当に今日から毎日歩きたたくなりましたぜひ頑張って続けてみてください。